はい、それではですね、こんにちは。今日はですね、マインクラフトやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、ということで、かなりね、村人も、まあ、間引いて、いきなり何言ってんだと思うんですけど、まあ、間引きましてですね、まあ、師匠の人増えまして、なんと、ちょっとね、衝撃の、もう最高の人たちが来ました。君じゃない。最高のね、師匠がね、生まれたんですよ。ちょっと見てもらっていいですか、一回。これ、修繕。待ちに待った修繕。いやー、これでね、エンチャントはまた、楽になりますわ。修繕。で、さらに、どれだ？ゆうえかな？君、だ、そう、ギの、主力だってですよ。さらにこれでまあねもう A メダルとさえあれば技能と主力タッチがもう無限に手に入るというような状況に今なりましたんで、今日はねちょっとそれをねこうこのまあ、武器とかこの道具だけ道具にちょっと、つけていこうかなと思います。でつけるにあたって何が必要かっていうと、金床なんですよね。これじゃわかんないか。これの金床っていうのはこれが必要で、ね、鉄のブロックが3で、鉄の伸び棒が4必要ってことで、かなりね、鉄必要なんで、ちょっとね、また鉄不足に陥っちゃいそうな気するんですが、ちょっとじゃあ、早速作っていきましょうか。君はアイテムボーナス2ね。さあ、じゃあそこちょっと作っていきましょう。まずは鉄の、あれは、これは鉄ブロックが3ね。3。で、もういいんじゃん、これで。で、これ壊れんだよな。どこってさてと、まあこうまあとりあえずここだよな。空どこもやっぱりキーウイいい音する。で例えばここにねこうなんかスラシとかを2本入れて合体させてとかっていう風にエンジャントをねつけてことができるというものですね。とりあえず、あれか、エメラルドがたくさん欲しいので、今、18、24。これも整理したいな。なんかでっかい倉庫みたいなのをね、作って。あ、意外とあるな、エメラルド。ほー、結構あったわ。あ、金床、あ、そうだ。これあったんだかなとこ。このね、館の中だ。館の中に金床がある部屋が一個あって、そっから取ったんだ、昔。うわー、すっかり忘れていた。まあいいや。と、これだけあれば、修繕っていくつでもらえた？さっきの。34。うわかかるなぁ、やっぱりちょっとこれ。たっけー。いくつ必要なの、修繕って。剣でしょ、鶴橋でしょ、シャベルでしょ、斧。34か。だから3412136個。足んねえな。ちょっとじゃあ上で作物取ってきて、ちょっとそれでまたエメラルドを
増やす作戦にいたしましょうか。ちょっとかかるな。でもね、1個ね、やっぱ1回作ればね、修繕があれば、まあ、回復ねできますしね、あのゾンビトラップも作ってあるんで、まあいけるでしょう。これね、この最高のつらし農作業用のつらしですね。小麦なんかはね、まあ、特に、まあ、意味はないんですが、なんか種が増えるんですか小麦は増えないけど、小麦のもう種が異様に取れるようになるっていう多分やつですね。いらない機能だけど、で植えていくと。いやー、今日はね、修繕のアイテム作って、でまあゾンビトラップのところで、まあ、ちょっとそれらをね、まあ、回復させたりとか、あとはいいものをちょっと作りたいね。そう、金床がねあれば、一回エンチャントにエンチャントを重ねることができるんで、それが非常にありがたいね。そう、これな、ゴミ箱もちょっと早く作りたい。よーし、大本命だ、じゃがいも。いや、大量だな。食べちゃうな。パンも食べてください。いや、まさかね、修繕と、技能がね、こんなに早く来るとはちょっと思いもしなかったんですけど、まあ待ってりゃやっぱ来るんだね。うん、いやー、もうあの二人はちょっと一生大切にしていかないといけないので。あとなんだ、視力だってはツルハシにだけついてればいいのかなね。このツルハシにつければいいんだよね。次、ニンジンです。だわ、前回のね動画の時に、あの幸運さんでどれくらい取れるかっていうのをやりましたけども、まあね、桁が違うわな。わあ、いっぱい。ビートルとパス。あとはまあ耐久力がやっぱね、最低限欲しいね。で、まあそこに効率がついて、で、まあ終点ついて、まあ基本的にそれくらいでまあいいんだけども、まあ剣はね、終点、まあ剣は敵倒すごとに、
まあ、回復するんで、修繕ついてると。ただ、一向に減っていかないっていうね。なんか無駄なもんいっぱい持ってきちゃってんな、ちょっと。これはどうしよう。ちょっと一回かぼちゃは置いていくね。無駄なものは一回下行って置いてきた方がやっぱいいっすね。こんな簡単になんか上に行ったり来たりできるものをちょっと作りたいね。やっぱそうするとレールかな。レールでね、ボタン一つで一気に上まで登っていね、いけるような。わあ、すごい。出ます、出ます、出ます。また出ます。すごいね。東京の満員電車みたいな。 よし、じゃあまずこれでエメラルドを稼いでいきたいと思います。これね、まあ、後々ちょっと使う予定があるんで、白い羊の毛、たくさん集めておきます。農民。ありがとうさん。で、またこうやって復活するんだよね。でもさ、こんな農民とね、交換しよう。やっぱり。独り占めっていうのはね、良くないから。まあ、ザックザックと手に入りますな。し、じゃ一回もまた、ちょっと上に取りに行ってきます。で、じゃがいもと、じゃがいもじゃない、かぼちゃとスイカも一応ね、このト、トレードの、まあ、アイテムとして使えるんで、やっぱ農作物って非常に大事ですね。またあれね、鉄を集めに行かないと、レールが作れないんで、まあ、一番いいのはね、廃鉱を見つけるということなんですけど、 まあそう簡単に見つかりやせんと。ちゃんです。OK かな、これで。よーし、エメラルド36181890290200ちょっとですね。ゲットしましたんで、修繕を4枚、あと技能1枚もらっていきたいと思います。どの師匠だ。 U ですね。1、まず1個、ついにゲット、修繕。もしかしたらこの後すごいいいもの持ってる可能性があるからね。2個。3個。
これ4個いっちゃうぞ、ちょっと。4個。まだ来ないんだ。まあ、いや、また、あとで。で、技能の人が、これか。技能1個でいいんだよな。がっつりエメラルドなくなったね。ねえ、がっつりなくなっちゃったな。余ったの49個。まあ、またね、時々増やして、置きたいと思います。意外とこういうとこでね、じゃがいもとかさ、こうあるんだよな。もうちょっとうまいこと消費しないとね、またここに溜まっていっちゃう一方なんで。で、これ効率算技の位置か。いらねえな。効率4、耐久3の方が絶対強いもんね、これで。これ溶かすか。これは、これアイテムボーナーさんか。うん、これは、あれで使いたいね。トラップタワーで。じゃあ、ダイヤモンドのツルハシ1つと、うわー、これもうちょっとエメラルド必要か。ダイヤ、このね、12個のダイヤを使う？使う、もったいねえかな。さすがに12個のダイヤもったいないんで。エメラルド交換かな。そうすると、そしたらこうちょっとかき集めて、このありったけの作物をちょっとかき集めて、もうなんならこのゾンビ肉も使い、カニもある。これ何さ、聖なる力、技能、あ、技能1個持ってたんだ。うーわーおー。水中呼吸。すごいさ、水中呼吸いっぱいだな。水中呼吸って、もしかしてあれで、あ、技能、あ、結構技能のエンチャントもいっぱいあったわ。これか、水中呼吸、もしかして、強化できちゃう感じ？大勢さん、これは防具ですね。こんなとこに攻撃できるものは全て取った。よし、 OK、 ありがとう。1個でもいいからね、こういうメダルとか欲しいっすね。で、小さい。で、ラピスラズリもちょっと必要なんだよな。最低4つ。ラピスラズリ結構足んなかったんだよね、ラピスラズリもね。なんかとりあえずいいや、これでいこう。んで、なんだっけ、鶴橋も、鶴橋はこれにくっつければいいか。効率も耐久力もついてるから。で、これに技能つければいいんだよね。で、シャベルと斧か。斧は1個欲しくて、で、剣はこれ修繕でしょ。そっか、うわー、これ迷う。いっぱい作りたいな。い
いっぱい作りたいのあるよ。いやー、助けてドラえもん状態だよね、もう。とりあえず、まあ、斧1個もらおう。ダイヤの斧1個ください。ありがとうございます。日常使いの剣がないんだよね。剣これ1個待っとくか。じゃあよし、これで準備は大丈夫かな。あとはこのエンチャントのレベルがいくつ、当然多分途中で足らなくなると思うんだけど。よし、ちょっとじゃあ、じゃあまずまっさらな剣を作る。で、まっさらな斧を作る。で、シャベルはダイヤないんで、これはダイヤ使わないといけないのか。で、まず最初にこっちのエンチャントからするんだよね。そう、かなとこれエンチャント、エンチャントしたものをこっちのエンチャントテーブルでエンチャントはできないので、先にエンチャントテーブルでエンチャントしてからかなとこで後で追加をします。 OK。 で、ステンチャ用のも何個か持っておいて、ラピスタ6か、6じゃちょっと少ねえな。耐久3だよね、これ分かんないもんな。耐久3、まあ耐久3つくんだったらね、まあそれでいいんですよ。どっちから先やろっかな。剣からいくか。じゃあちょっとすげえ、あ、何もうヒョルなの。ごめんごめん、ちょっと待って、ちょっと人がすっごい入ってくる。夜なのか、一回寝ます。なんかやたらと人来んなって思ったら夜でしたか。まあ、絶対ラピスラーズ足んねえよな。まあいいや、ちょっとごめんね。狭い狭い狭い、揺れてる揺れてる、画面揺れてる。ちょっと、酔っちゃうからもうそういうの。まず剣を入れます。ラピスアーツリー、よし、頼むぞ、いいやつ。いきます、せーの、ドン、強っ。強っ、何これ、えぐいな。ありがとうございます。耐久さん、鋭さ4、ノックバック2、次、斧。うわ、斧に幸運さんはちょっとな。斧に幸運さんって必要か。斧基本的に木切るぐらいでしょ。いらねえよな。パス。失礼しか。あ、そうか、コーンさんのチラシもやっぱ必要なのか。そこの畑用じゃなくて。ね、ここ一個作っといて、で、シルクタッチで取っ、そうね、うん。シルクタッチで取ってきた鉱石を、このコーンさんのチラシで、これに修繕もつけて、これで掘れば、永遠と掘れるわけだよね。レッドストーンとかダイヤモンドとか、ラピスラズリとか石炭とかがかなりたくさん取れるっていうので、これ決定。わお。そしてラピスラズリが足んないんで、ラピスラズリ3つと、
っとこれ、あれか、エンチャントレベル1個上げないといけないな。ちょっとラピスラズリーを3つ取ってきたところで、あとはゾン、あれかな、トラップかな。よし、そこで、トラップで、ちょっと経験値ためをしたいと思います。かなりちょっと、あれだ、地味な作業ばっかだけど。これ倒す。結構ね、溜まるんだよね。で、これアイテムドロップが3ついてるやつなんで、ね、アイテムボーナスか。3ついてるんで、かなりね、ゾンビ肉とか、あとはいろんな鉄とか、金とか、防具とかもね、落とすかもしんないんですけど、ちょっとなかなか湧いてこないな、今日。ちょっとこれ待ちますか。剣はかなりいいものがこれできたんで、剣これで決定でいいでしょ。で、つるはしはこれでいいので、これに、技能と終点つきます。あと、鉄のね、シャベルなんだよな。あとはこれでね、次、まあ、斧を作るというところですね。まあ、今、登ってったね。まあ、だいたいこれに立ってても、あ、湧いては来るんで。あ、死んじゃった。ゾンビ肉かなり出てんな。で、このゾンビ肉でまたね、交易もできるわけだから。それでまたね、来た来た来た。いいとこに来るね、君ね。で、ゾンビ肉もあげる。で、経験値もゲットできる。登ってますね。怒ってくる。鉄落とした。これ鉄落とした、鉄落としたさっきのやつ。よしよしよし、いいねいいね。いや、ありがたいね。で、アイテムはね、これあの後でさっきの暴行を使ったか、あのね、倒せば勝手にあのあれをつけて、宝箱をね、下につける、あのホッパーか、ホッパーを下につけてね、自動回収してくれるように、まあ、あとでそちらも改良をちょっとしていきましょう。ごめんなさい、あとちょっとなんだけどな、あと1体とかでまた30まで行くんですけど、なかなかね、この湧いてこない時もあってね、敵もね、その一定範囲内に湧く敵の量っていうのもやっぱ決まってますんで、と湧かないときはね、そんなになんかポン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 湧いてくるわけではないんだよね。でも声はしてるんで多分来ますね。あ、じゃあ、お、革装備だ、全身革装備。なんか落とすかな、革装備。普通のゾンビ。革装備、エンチャント付き、せーの、ドン。落とした、落としたズボン。エンチャントないところかい。まあいいや、開きましょう。エンチャントないところで、30とりあえず行ったんで、一
かい斧を作っていきます。これ耐久3があればいいので、効率4か耐久3つくかな。せーのポン、まあ、こいつありがたい。すっげーの来た。すっげーの来たな。ちょっとうわロマンだな。よし、でこっからかなとこですね。まあちょっとね、試しにやってみましょう。まずまあこう置きますね。で修繕の、本を置いて、エンチャント費用2でこれできるか。で名前もこれ変えられるんですね。名前どうすか、津川氏の名前。わあ、名前何にも考えてないわ。まあ、技能がね、これ最終的につきますんで、なんだろう。この時パッてね、浮かんでくる人ってすごいなって思うよね。もう直感でいきましょうか。じゃあまあ、優しい面して。よーし、終点つきました。イエーイ。でこれに技能もつける。イエーイ、マジ最強。マジ最強ですよこれ。技能効率4、耐久3、終点 OK。 次 NEXT で、このエンチャント結構使っちゃうんで、まあそこはね、ダイヤモンド斧か。でこの斧もうほぼ最強だよな。で幸運の使い道はいまいち分かんないんだけどさ、どこに使うの幸運の斧って。斧、そうか、まあ斧っつったらね、まあこれだよな。安直だな、なんか安直だな。安直だな。安直する安直な斧が出来上がりました。次聖なる力とかな、ちょっとつけたかったんだよな、聖なる力。まあいいや。剣。剣ね。剣か。ある人にしか分かんない細いヤンキーですね。剣、はい、強っ。あとこれか、これも剣つけるのか。アイテムドロップの方だこれね。これドロップの方だもんね。
やす。うん、これ一応修繕のはなくなって、これね、あの本同士もできるんですよ。本同士同じ能力の本と本を組み合わせると1個ランク上の本が出来上がるっていうね。これも一応まあ使えるんでね、あとやっていきましょう。あと修繕がこれとこれ2個必要ってこと。あ、もう夜ですね。1回抜きます。エンジャットも10まで落ちましたね。これはもう一回、上で作物多分出来上がってると思うんで、それ取ってきてっていう感じかな。ね、でこれ正直いらないんだよな、溶かさなかったもんな、この最強のやつで。わあ、これなんか換金してー修繕ではないんだもんね。とりあえずしまっときましょう。これを一回ね。本こっちか。本は。本はこっちにしようと。いや、本は持ってていいんだ。コント使うからね。やばい、何が何だかもう、おー、つえー。つえー、なんだこれ。よし、じゃあちょっと作物取ってきます。できまーす。まあ、時間ちょっとね、経ってんで結構、また多分作物も出来上がってると思うんですけど。意外と時間かかりますね。こうね、準備をやっぱり事前にしておくべきだな。準備段階からね、こう入ってるんで今。事前に準備しておきましょう。なるべく。一応言っとく。なるべく。必ずするとは言っておきませんが、なるべく。いやでもね、これでね、やっぱね、その道具に対しての、まあ、愛着がね、やっぱ湧きますから、非常にね、もう大事に使うよな。あとは防具だよな。防具をどうするかですね。なかなかね、防具ってないんだよね。なので次回はこの道具たちで、まあ、探検っていうところですかね。
まだね、やりたいこととか、やんなきゃいけないこといっぱいあるからね。ゴミ箱を作る。倉庫を作る。あと自分の家を作るね。ずっと今、外で寝てるから。自分の家を作るってやつでしょ。あとは海底神殿にも行かなきゃいけない。行かなきゃいけないっていうか、まあ行きたいし。あとネザーだな。まずネザーだな。ネザー、大事。全部持ってけねえよな、どうせな。ちょっと、とりあえず、全部買って、余裕があったらボックスからも持っていきましょうか。いいですかね。持ち物いっぱいだー。そんないっぱい取れたってこと？ れなくなっちゃったな。じゃがいもが多いな、ちょっと。わあ、使うよ。じゃあ名前な、思いっきりこれ大丈夫かな。 怒られそうだよね。ちょっと、あとで変えるか、名前だけ。高温さんの温度でこのスイカ取るといっぱい出るとかっていうのはない？植えておきましょう。ここは何もないですよね。で、スイカが結構ね、かさばるんですよ。します。これ1個でまとめちゃうと。その時はしまっときましょう。そんで遊んで。意外と枠は空いてんな。わ、これ30まで行くか。 行く気しねえんだけど。うわ、どうする？シャベルは次回か。じゃあ、まあシャベルってあんま使う機会ないんだよな、言っちゃうと。 シャベルはいらんか。 まあね、確かに、まあ砂とかはね、かなり掘るの楽しいんだけどさ、今んとこ必要性がないというか。
いっぱい交換できるよ。君もできるよ、まだ。オッケーで、大丈夫で、修繕を2つかな。ほい、もう1段階きたー。さあ、何が出るかな。まあ、もう一個か。修繕2つゲットして20までいったか。で、水中作業。いいね、いいね、いいね。君いいね。うん、技能の記号なんか見たいけどな。え、もう暗いの。ちょっと待って。はぁ、時間経つの早いね。嫌な獲物置いていきましょう。修繕2個でしょ。シャベルはないので、いいんか、これだけでいいのか。幸運のあれだけで、じゃあ一回出て、で最後、石のつらしね、幸運3のついた石のつらし、シルクタッチで取ってきたジャンボつらしの、取ってきたやつを、これで、まあ、一気に増やすというものにしていきたいと思いますので、名前な。いっぱい取れそうな名前がいいよね。なんかいっぱいありそうな名前、いっぱい取れそうなやつ。いっぱい取れそうなやつね。なんだろう。いっぱい取った人っていたか。いっぱい取られた人は知ってるかな。どう、じゃあいっぱい取られた人ね。あの、取られた人はちょっとかわいそうだよな。取られた人はちょっとかわいそうだけどな。じゃあ金持ちそうなんだ、名前でいきましょうか。はい、うん、これで、修繕はここにとか。さあ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 、これでかなりいいものが今回出来上がったよ。チェック。さあ、まずは一つずついきましょうか。まずこれですね、細いヤンキーですね。はい、剣でございます。剣ですよ。剣だから細いヤンキー。はい、耐久3、鋭さ4、修繕1、ノックバックにですね、これ、あの、PC 版とね、コンシューマー版で名前違いまして、マイクのね、エンチャント。鋭さですね。この鋭さっていうのはダメージ増加のことですね。はい、攻撃力が上がるというものでございます。はい、鋭さ、ダメージ、鋭さ4ですね。はい、
で、まあ、ノックバックはノックバックで一緒ですよ。次、アイテムボーナス。これ、鋭さ4ついてますね。これも鋭さ4ついてて、アイテムボーナスの3。大事ですね。はい。で、ズルハシ。技能っていうのは、これ、種族タッチのことですね。はい。で、効率4、耐久3、修繕1。で、この知力タッチの、機能がついた、つるはしで取ってきたものを、こちらのソンソンで、幸運3、修繕ついたやつですね。これで、たくさん、まあ、ガッポガッポと儲けていくというわけですね。で、次、斧。これな。ちょっとこれだけ名前変えとこよ。ちょっと最後。耐久3、効率4のやつ。これだけ名前変えよう、ちょっと。これでいきましょう。よし、これで OK。 怒られはしなくなったこれでおそらく怒られないはずですね。はい、斧切り城ですね。はい、斧切り城。耐久3、効率4、幸運3、初手値。あの斧で幸運3っていまいちよくわかんないんだけども、まあいいでしょう、取れたんで。はい、さあ、ということで、こんな感じで、武器と工具はかなりいいものが取れまして、あと防具だね。防具。ちょっとじゃあ次はね、防具鍛冶屋さんとちょっとたくさん攻撃してやっていこうと思いますが、まあ、次回は何やろうかなってことですね。とりあえず、ちょっと、なんだろうな、次な、やるとしたらな。まあ、鉄も欲しいし、姉さんにもちょっと行きたいし、まあ、とりあえず防具固めるか、まずね。はい、じゃあそこから行きましょう。ということで、ここでご視聴ありがとうございました。よかったですね。チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。それではまた見に来てください。ありがとうございました。